さて今市街地を走り始めたんですが、モーターとエンジンの連携とてもスムーズですね。発進時からまずモーターで出ていくわけですけど、その時この大きなボディをね、全然負担に感じさせないぐらいのトルクをモーターがスッと立ち上げてくれます。で、速度が上がると当然エンジンが介入してくるんですが、その連携はハイブリッドの中でもとてもスムーズな方だと思います。それから今回ボディの組み立てに際して構造用接着剤をね、広範囲で使っているわけなんですが、資料によると特に操縦安定性の方で組み立てを変えた効果が出ているということだったんですけど、なんかこう感覚的には室内の静粛性っていうかロードノイズの響き具合とかそういうところにも効果が出てるような気がしますね。さらに言えばガラスを接着する時の剛性も上げていて、実はガラス自体がボディ剛性を確保するための部材として使われていると、この点も非常に特徴的だと思います。いや本当に静かですね。今エンジンとモーター両方介入しているわけなんですけど、エンジンの音全くと言っていいほど聞こえてきません。さて高速道路入ってきました。中間加速いいですね。さすがにアクセル踏み気味にするとエンジン音耳に届いてくるんですけど、決して騒がしい音ではなくて音質的にもね柔らかですし、むしろ力強さを実感させてくれるような音質だと思います。さてカーブが迫ってまいりました。ボディ剛性双腕性の向上に結びついているとのことですが、実際にはどうでしょうかね。あなるほどね、切り始めの応答性がすごく正確ですね。なんかミニバンですとグラッと傾いてからねコーナリング始めるみたいな印象っていうのはもうすでに過去の話ですね。さて乗り心地についてはどうでしょうか。今こうして連続して路面の継ぎ目があるんですけど、段差みたいになってない限りは突き上げ感などはね、全く気にならないですね。ただ少し段差あるいは溝があるような継ぎ目を通過すると少し振動を吸収した後にブルブルという感じで振動がボディにね残ってしまうこともあります。まあ乗り心地の印象としてちょっとだけ気になるのはその振動が残るというところだけですね。あとは本当にまさにラグジュアリーサルーンに匹敵する快適な乗り心地を全席についてはね実現していると思います。今レーントレーシングアシストの中の車線を維持する機能ですね、それを作動させているところです。こうした緩いカーブですと本当に車線のど真ん中を車がねまさにトレースしていくようにステアリングに介入してくれますね。すごく制御としては精度高いですよね。ロングランでは楽ですよね。ファミリーで長距離ドライブをするときお父さんずっと運転みたいなことあると思うんですけど、お父さんの疲労をずいぶん軽減してくれると思います。今アルファードの特等席2列目に移ってきました。やっぱりこの空間いいですよね。乗り心地については前席の印象よりちょっと硬いかな、あるいはロードノイズについても少し前席よりも響くかなという印象はあるんですけど、もちろんこう不快感を覚えるようなものでは全くありません。特等席のね価値を損なうということは全くありませんね。この車数々の運転支援装置がついていることも特徴ですね。例えばボディが大きいので、駐車スペースが狭い時など困るかもしれませんが、実はパノラミックビューモニターが装備されています。このようにリバースに入れると車の周りをこう俯瞰するようにね上から見たような感じで見ることができますし、もちろん駐車スペースに対して車がまっすぐ向いているかどうか実際に下がってみましょう。こうした確認もできると、狭い駐車スペースにもぴったりと真ん中に止めることができるわけですね。さらにこちらなんですが、本来ね車の周りで見えないところをこう透かして見るように確認ができる、安全確認の補助ができるシースルービュー機能も装備しています。さていかがでしたでしょうか。マイナーチェンジをしたアルファード、マイナーチェンジっていうと普通
エクステリアの、ね、デザインをちょっといじるといったような程度なんですが、今回はボディの組み立て工程に手を加えるというかなりコストを投入したマイナーチェンジになっています。その結果としてボディの剛性が上がるなど操縦安定性の、ね、向上に役立っていますし、また大きなサイズの車ですが運転支援装置装備しておりますので、休日はお父さんがロングドライブ、平日はお母さんが日常の足として使うといった時にも適した機能を備えているのではないでしょうか。外観の堂々とした感じね、迫力だけで注目されがちな車なんですが、こうした細かな配慮も十分行き届いていると言えると思います。